名豊高道路、名豊高道路、名宝道路は、愛知県と橋市から、愛知県と明市に至る、国道23号のバイパスである。建設省中部地方整備局名誉国道事務所での、名誉国道第1期工事が完了に近づいた1962年、昭和37年頃、静岡県浜名郡前坂町、現、静岡県浜松市西区から、愛知県を経過して、 三重県総市島でを結ぶ道路の必要性が提唱され、関係する市町村から要望が出された。これを受けて、愛知県は、県として1964年、昭和39年に、愛知県総合開発の一環として、取り組みを始めた。この道路構想の通称は、愛知街道と呼ばれ、愛知街道経済調査を実施して、道路開発の妥当性が調査された。その一方で、 国の機関である建設省中部地方整備局では、1964年、昭和39年に第二東海道計画の一環として調査が開始された。その後の調査、検討を経て、1966年、昭和41年にはこの道路の基本的なルートや構造、形式等の基本構想が確立された。これがいわゆる 名湯高道路計画と呼ばれるものとなり、名古屋市と豊橋市間に新しく国道を建設しようという建設省中部地方整備局名4、国道工事事務所が管轄する名四国道に次いだ規模バイパス事業となったものである。1972年、昭和47年に東道路の一部である地流バイパスが事業化されて以降建設が続けられている。百九十八年、 平成10年6月16日には、地域高規格道路第2回指定にて、計画路線に指定。国道1号にやや離れて並行しているが、実質的には、国道1号のバイパスであり、臨海部の名古屋港、木沼港、三河港、周辺の工業地帯や農業地帯を相互に結び、愛知県における東西の広域交通を担うとともに、国道1号の渋滞緩和を目的としている。 名湯高道路は道路事業実施場から一般国道23号の内バイパスを起点である豊橋市から順に豊橋東バイパス、総延長 9.2km 豊橋バイパス、総延長 17.6km 鎌氷バイパス、総延長 15.0km 岡崎バイパス、総延長 14.6km 地流バイパス、 総延長 16.4km の5つのバイパスに明確に区分している。詳しくは、それぞれのリンクを参照。2013年、平成25年6月に、豊川ためあたり IC、豊川市豊橋東、IC、豊橋市間が開通したため豊橋、浜松道路全線開通となった。どのバイパスも、現状、自動車専用道路ではない。 歩行者、軽車両、限度置付自転車、小型特殊自動車は通行禁止。50cc 以上の自動二輪車は通行可能。豊橋東バイパスは、豊橋市街地の南東から南方にかけて迂回する区間である。名誉高道路を構成する5つのバイパスでは最も南東に位置し、地域高規格道路、豊橋浜松道路の一部を構成する。起点となる。 豊橋東 IC は、静岡県との県境付近に位置する。豊橋東 IC で連続した接続をする国道1号、潮見バイパスや延長上にある浜名パスも含めて、すでに全線が開通しており、豊橋東バイパスの全線開通によって、豊橋市の三河港から浜松市までが、バイパスで直結されることとなる。これにより所要時間は40分と70分を要していた。 従来の国道1号経由から30分の短縮が見込まれるが、潮見バイパスと道バイパス前線から豊橋バイパス大崎インターチェンジ間は、長席時間帯を中心に乗船ともに混雑が多く、渋滞が多いほか、その他の時間帯も不定時に流れが悪化し、また速度が出にくい大型トラックや大型トレーラーの通行が多く実際の所要時間は、それより長くなることが多い。 豊橋東バイパスとしての事業は、第二東海道計画立案から30年近く、経過した1992年、平成4年に着手し、1995年、平成7年から開始した、用地買収を経て2002年、平成14年に、工事着手れた。インターチェンジは5カ所あり、終点側で、接続の豊橋バイパス側より、暫定2車線で開通。 2007年、平成19年2月26日に7年 IC、脳より IC 間、2012年、平成24年3月24日に、細谷 IC7 年 IC 間、残る豊橋東 IC、細谷 IC 間が2013年、平成25年6月23日に、暫定2車線で開通し、全線開通となった。豊橋バイパスは、 豊橋市街地の南方から北西にかけて迂回し、豊川市に至るバイパスである。豊川橋北詰めに設置された全市場 IC を境に、起点側は地域高規格道路、豊橋浜松道路の一部を、終点側は地域高規格道路、名裕高道,道路の一部をそれぞれ構成する。沿道に立地する参加工周辺には、豊田自動車、鈴木、 三菱自動車工業といった国内の自動車産業の輸出拠点のほか、複数の外資系自動車産業の輸入拠点が展開しており、三河港における自動車の輸出入はいずれも日本一の取引台数と金額を誇る。この特性を活かして2003年、平成15年から2007年、平成19年までは構造改革特別区域である国際自動車特として、 2007年からは改めて国際自動車産業交流都市計画のもと国際自動車コンプレックス構想を打ち出し、公安の整備はもとより他の重要公安と比較して突出していた高速道路網の所要時間の改善に向けて豊橋バイパスをはじめとした名豊か道路全体の整備を進めることで、透明高速道路や中部国際空港、 セントレアへの交通利便性向上を狙いとしている。豊橋バイパスは名誉高道路を構成するも、バイパスとしては、地流バイパスに次ぎ、現在ののより IC 大崎インターチェンジカモの続1 3 6 1トルが1973年、昭和48年に事業化され、1975年、昭和50年から開始した、用地買収を経て1980年、 昭和55年に工事着手された。3年後の1983年、昭和58年に豊橋市、上野神殿町前芝町間のうち、一部区間にあたる豊川橋は、一般有料道路として開通し、以降は、起点の,の寄合市、のより i し上野神殿町間も建設を進め、最後は2012年、平成24年に、 前芝 IC とよかわためあたり IC 間の開通を、もて暫定に車線で全線開通した。また、2013年、平成25年3月下旬から6月16日までに、かけて、大崎インターチェンジ前芝 IC 間が順次4、車線化された。大崎インターチェンジ伊藤と隣接している、豊橋東バイパスさらには、塩見バイパス全線は、朝夕通勤ラッシュ時には、 混雑や渋滞が多く発生し、その他の時間も不定時で流れが悪くなったり渋滞することも少なくない。大崎インターチェンジ全芝 IC 館は2013年6月の4車線開港渋滞はほぼ完全に解消された一方、走行する車両の速度が大幅に上がり、80から 100kmH 程度、またはそれを大きく超える速度で走行する車両が多く、 なり、豊橋警察署の交通課の署員らが、白バイや覆面パトカー等で頻繁に交通取締りを行っているほか、下り線には2013年6月の4車線化を機に、オービスも設置されている。のより IC 大崎インターチェンジ館は、構造規格が第一種第3級であるが、自動車専用道路ではない。立体工作館では 50cc 以下の二輪車は、 通行禁止となっている。50cc 以上の二輪車は通行可能である。鎌堀バイパスは23号名豊かバイパスの中で唯一トンネルがある。地域高規格道路、名豊か道路の一部であり、他の4つのバイパスとともに国道23号及び並行する国道1号のイパス機能を担うが、他の4つのバイパスに比べて事業化が遅れていた。 この道路が完成すれば5つのバイパスで構成される、名湯高道路が1本につながり、また、国道1号方面の豊橋浜松道路、潮見バイパス、浜名バイパスと一体的に、広域バイパスが形成される。新聞報道によると、バイパス高架橋で日陰となるみかん栽培農家が、建設に反対していたが2005年、平成17年に解決した。 東側区間の豊川ためあたり IC がまごおり IC 間は2010年度平成22年度の事業仕分けで凍結の対象にも上がったが建設が続けられることとなり住民側が難色を示していた道路構造についても構造を直すことで合意して2011年平成23年末には住民説明会を終えた2012年度平成24年度には ガマゴーリ市区間の 2.5km の用地取得に着手するとともに、豊川市区間の 6.6km の用地調査を開始。2013年、平成25年4月5日に名刺国道事務所は、豊川分室を設置し、ガマゴーリバイパス東西区間の用地買収に注力し、西部区間のガマゴーリ IC、コーダー市や IC 間を2014年、平成26年春、 東部区間を2017年度、平成29年度末までに開通させる見通しを立てていたが、西側区間は2014年、平成26年3月23日にしばらくに、車線で開通したものの、東側区間については2020年度、令和2年度までの供用を目指すとされている。2018年、平成30年3月には、 用地取得交渉の難航により土地収容法事業の認定を受けし、同年6月に認定された。名湯高道路の他の4つのバイパスとともに、国道23号及び平行する国道1号のバイパス機能を担う。岡崎平野を通過し、名称は岡崎バイパスとなっているが、岡崎市域は全く通過しない。また岡崎バイパスの開通によって、 高田隅 ICE 製の旧道は、愛知県道383号、鎌郡平南線に降格されている。自動車専用道路ではないが、50cc 以下の二輪車は通行禁止となっている。50cc 以上の二輪車は通行可能。2007年、平成19年3月26日、暫定2車線で全線開通。引き続き車線化工事を行い、 富士 IC 安城西尾インターチェンジ間の下り線が2012年、平成24年12月4日、安城西尾インターチェンジ富士 IC 間の上り線が2012年、平成24年12月19日に、西尾東 IC、富士 IC 間の下り線が2015年、平成27年12月17日、富士 IC 西尾東 IC 間の上り線2016年、 平成28年2月26日、それぞれ2車線に拡幅された。高田芦屋 IC 西尾東 IC 間を2016年度以降に4車線化予定。岡崎バイパスのうち西尾道路の区間では自然環境に配慮した取り組みが行われている。矢作古川周辺に生息する姫ボタルに対する影響を軽減するため、比較的影響が少ないとされるルーバー付き。 ナトリウムランプが、当該エリアの道路照明に採用されている。これは、学識経験者、地元関係者からなる、ホタルに優しい照明選定委員会、委員長、アコシュゲルナン南山大学名誉教授が、事前調査を行い、その調査に基づいて採用したもので、ルーバーを取り付けることによって、道路照明による姫ホタルへの影響を少なくしている。シリウパイパスは、 先に建設が進められた名四国道、名四バイパスのすぐ東側に位置する。他の四つのバイパスと比較して、最も早く事業着手された。混雑が著しいそれまでの国道1号や国道23号の渋滞緩和と発展著しい木浦臨海工業地域の開発の促進を図る目的で計画された。 事業化に先立っての国の調査は1964年、昭和39年から開始され、1967年、昭和42年には、約4、290万円を投じて、豊明市から安城市までの撮影図か、1000分の1が、1968年、昭和43年には、約4、320万円を投じて、豊明市、刈谷市、 安城市の航空写真による縦横断測量などが実施された。事業化が開始されたのは1972年、昭和47年のことで、明治国道、豊明 IC から都市計画道路木浦ヨ田線、現、木浦ヨ田道路の交差地点までの約7キロメートルが事業化された。1973年、昭和48年には、 豊明市内の用地買収の着手を出始めに、ついで、刈谷市、安城市、愛知県が、買収内の用地買収が行われた。1974年、昭和49年にはそこからさらに、安城市江ノ木前町の愛知県道45号、安城壁南線交差地点までの 6.8km の区間が追加で事業化された。ここまでの事業化された区間のうち、 豊明 IC から国道155号交差地点まで、豊明市、あの町知立市上重原町は、国の機関である建設省中部地方建設局名、4国道工事事務所の直轄区間、それ伊藤の区間、知立市、上重原町安城市江ノ木前町は、愛知県が管理する権限代行工事区間として、事業化されたものである。道路の建設工事は年、 昭和49年から一つ向く高架橋が施行着手され、順次、今川高架橋、第二富士松高架橋などが施行。その後、その特区間内の改良工事も行われ、1977年、昭和52年12月5日に完成した総延長 4.2km の区間を平面の暫定に車線で開通した。その間も、用地買収は継続して行われ、 1981年、昭和56年には、地流バイパス最東部の安城市、泉町などの一部区間を除き、用地買収が完了。同年には、高架橋などの建設も一気に進捗し、1983年、昭和58年3月に至って、地流バイパスの約7割の区間が暫定開通した。1989年、 平成元年11月28日に平面区間を含む暫定2車線で全線開通し2009年平成21年12月6日に全線降下化された暫定2車線区間の4車線化が順次行われ2011年平成23年11月29日に和泉インターチェンジ高田北 IC 間下り線2011年 平成23年12月17日に、高田中北 IC、カズ泉インターチェンジ間、上り線の4車線化がれぞれ完了。2012年、平成24年1月31日に高田中北 IC 上り線入り口が、共用開始。2012年、平成24年11月10日に、安城西尾インターチェンジ、カ泉インターチェンジ間の4車線化により、 全線4車線化が完了。自動車専用道路ではないが、50cc 以下の二輪車は通行禁止となっている。50cc 以上の二輪車は通行可能。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。